大阪市立明治小学校は、大阪府大阪市西区にある公立小学校を、明治時代初期に発足した、明治、うつぼ公共の3小学校を起源としている。第二次世界大戦の戦災で地域が大きな被害を受けたため、終戦直後には休校になっていたが、旧三校の校区を合わせる形で1957年に再開校した。 本校正方約350メートルの泡ざ、センタービル内に分校を持つ。分校は、児童相談所で保護された児童などを対象とした、情緒障害児短期治療施設、大阪市立児童院の入所児童を対象にしている。分校は、旧公共小学校の跡地でもある。明治小学校旧校舎の石踏み。現校舎はこの校舎の存在する頃は運動場だった。 地域には1872年、西大組、第8区泡堀小学校と西大組、第10区公共小学校が創立した。翌1873年には西大組、第6区、宇房東小学校、西大組、第7区、宇房西小学校、西大組、第9区泡座小学校が創立した。1878年には、宇房東、 宇都保西の両校が合併して、宇都保小学校となった。1884年には、阿波堀安喜ンの両校が合併して、明治小学校となった。明治、宇都保公共の3小学校の体制は、第二次世界大戦中まで続いた。参考とも1889年に、尋常小学校となり、また1921年には高等科が併設され、 1941年には国民学校令により国民学校となった。大阪市では1940年代、当時深刻化していた中等学校の入試難を緩和するとして、市立の中等学校を増設することにした。この際増設費用を節約するため、既存の国民学校を近隣校に統合させる形で廃止し、 空いた校舎を中等学校へと転用することにした。そのため、うつぼ国民学校は1942年、あがり江国民学校に統合される形で廃校となった。うつぼ国民学校校舎を活用して、1942年に、うつぼ商業学校が発足した。しかし、うつぼ商業学校は1946年、 大阪市立大木町商業高等学校に統合されている。宇都ぼ小学校跡地は、現在の宇都ぼ公園南側のマンションにあたる。宇都ぼ小学校跡は戦後、大阪商科大学及び、大阪市立大学の仮校舎、大阪市立盲学校、大阪市立自然史博物館や大阪市、教育研究所などとして使用された後、マンションとなっている。 第二次世界大戦の戦災により、終戦直後の1946年に、明治国民学校、公共国民学校は休校となり、西船場国民学校に統合された。公共小学校跡地は引上げ車用住宅や、大阪市中央児童相談所として使用された後、アワザセンタービルとなった。現在の校区にあたる地域は、 大阪市立西船場小学校の校区となった。また1951年に大阪市立堀江小学校が再開されたことに伴い、旧公共国民学校校区は堀江小学校校区へと編入された。地域の復興により、戦前の明治、宇都ボ、公共の三校区が合併する形で、 かつての明治小学校敷地に大阪市立明治小学校として1957年に復興開校した。これに伴い西船場、堀江の両校から児童を編入する形になっている。1980年代には木津川伊東の西区東部でマンションが建設されたことにより、東部の学校で児童数増加や教室不足が見込まれるようになった。このことにより、 西区全体で通学区域の適正化が検討された。検討の結果、従来明治小学校校区だった、高うゆきことは、1986年より大阪市立本田小学校の校区へと変更している。ありがとうございます。